前がここにいんだよ。今日は卒業生だけの説明会だぞ。ったく、めんどくせえ。お前さ、お前さ、この人やつが目に入んねえのかよ。俺も今日から忍者だってばさ。ナルト君、卒業できたんだ。さくら、何言ってるの。私の足の先があんたより1センチ早く中に入ったし、見えるわけないじゃん。そうだよ、このデコ。さくらさんが俺のこと見てる。さくらさん、おはよう。おはよう、サスケくん。シェンだろ。こいつってば、クノイツクラスで人気ナンバーワンだった男。こんなサッとしたたまに。なんだよ、てめえこそなんだよ、このうっすらとんかつが。こっち見てよ。なるぞ。うざい。サスケくん、隣いい？ちょっと、サスケくんの隣は私よ。早い者勝ちでしょ。教室に入ったのは私が早かった。私が早かった。席に着く。バーカ。座れ。今日から君たちはめでたく一人前の忍者となったわけだが、しかしまだまだ新米の忍び、本当に大変なのはこれからだ。今後は3人1組で3マンセルの班を作り、各班に1人ずつ先生がつき、その先生の指導のもと任務をこなしていくことになる。3人1組。あ、誰がサスケくんと組むことになるのかしらね。さあね、しゃーんだろ。サスケくんと組むのは私に決まってるわ。3人1組か。足手まといが増えるだけだな。まずはさくらちゃんと、あと一人はサスケ以外だったら誰でもいいや。班は力のバランスが均等になるよう、こっちで決めた。それでは発表する。第一班、じゃあ次、第七班、渦巻きナルト、春のさくら。やったー、やったやった。ナルトと一緒。うちはサスケ。やったー。よいしょ。ナルト君とは別の班か。次、8班、ヒューガひなた。はい。犬塚キバ。おお。油飯の。仕方がない。なんでそうなるのよ。シェンダロー、愛は勝つ。なんであんなやつがいいのかね。女ってのはめんどくせえ。そんなこともわからないよ、しかまる。おりゃ女じゃねえからよ。だからモテないのよ。あんたみたいなのとは組みたくないもんだわ。第10班、山中井の奈良しかまる。てめえことになっちまったみてえだぞ。おい、それから秋道長治。おまけにデブか。僕はデブじゃない。あ、最低だ。最低。案分けは以上。ゆうか先生、よりによって優秀なこの俺が、なんでこいつと同じ判断だってばよ。サスケは卒業生の中でトップの成績。ナルト、お前はドベ。案の力を均等にすると自然とこうなんだよ。せいぜい俺の足を引っ張ってくれるなよ、ドベ。なんだとこら。もういい加減にしなさいよ、ナルト。それじゃあ今から各班担当の先生たちを呼んでくるから、それまで解散。イルカ先生、俺ってばもっとすごいやつと。先生、ナルトって本当にうざいよね。やっぱりまともな育ち方してないからよ。ほら、 DJ ジャンレイ、マヘナカンダトン。